荷室スペースを最大限に活かしたコンパクトミニバン。多彩なシートアレンジや豊富な収納スペースが魅力です。今回はホンダフリードプラスをご紹介します。長さ4295mm、幅1695mm、高さ1710mm、フロントマスクは切れ長のヘッドライトにつながるメッキグリルが印象的。サイドにあるフロントからリアにかけて流れるキャラクターラインは軽快な走りをイメージさせてくれます。 LED を採用したヘッドライトはオートレベリングとオートライトコントロールを搭載し、高い機能性を持っています。吊り上がったデザインが特徴のリアコンビネーションランプ、 LED を採用し独特の存在感を際立たせています。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの解錠・施錠が行えます。スライドドアはキーのリモコン操作で自動的に開け閉めさせることが可能です。自動開閉の作動中にリモコン操作をすると動作が途中で止まります。エンジンスイッチは運転席の右側にあります。キーを携帯してブレーキペダルを踏みスイッチを押すとエンジンが始動。合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左側にはオーディオを操作するスイッチ、その下には通話機能のスイッチが配置されています。ステアリングの左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ、その反対側に方向指示キー、ライトスイッチがあります。運転席側のエアコン送風口の隣にインフォメーションディスプレイを操作するスイッチがあります。スイッチを押して走行距離や平均燃費などを確認することが可能です。運転席の右側にスライドドアと車両の横滑りを抑える機能のオフスイッチがあります。スライドドアを開け閉めするスイッチ、滑りやすい路面などでの急激な車両の挙動変化を抑えようとする機能を停止するスイッチです。オフにすると表示灯が点灯します。セレクトレバーの隣にもスイッチがあります。アイドリングストップの機能を一時的に止めるスイッチ、 E コンスイッチを押すと省燃費運転をしやすくするように制御します。セレクトレバーはストレート式、ポジションはタコメーターの左隣に表示されます。セレクトポジションを R に入れるとナビの画面が車両後方の映像に切り替わります。バック駐車の安全確認の際に便利です。パネルをタッチしてリアカメラの映像を切り替えることも可能です。エアコンはプラズマクラスター技術を搭載、温度を上げるとダイヤル周りが赤に、温度を下げると青に変化します。フロントマップランプはレンズを押して点灯、広い範囲を照らすことができます。マップランプのそばに後席を確認できるミラーがあります。サンバイザーは運転席側にはチケットホルダー付き、左右ともに身だしなみのチェックに便利なバニティミラーが付いています。フロントドアは収納スペースが豊富で便利、上部のドアポケットに、その下にはボトルホルダーや小物入れ、さらに下には手帳などの収納に便利なポケットになっています。
エアコンの少し下には収納式のドリンクホルダー。その下にも引き出して使えるセンターテーブルがあり、軽食などを取る際にも使えそうです。センターテーブルの下にはアクセサリーソケット、小物を収納できるスペースもあるので、スマホなどの充電に便利です。助手席正面には掘り込み式のドリンクホルダー、その隣に仕切りのついたインパネトレーがあります。その下にはグローブボックス、車検証などの収納に便利です。1列目シートには運転席と助手席ともにコンビニフック付きのアームレストが用意されています。スライドドアの内側には後席用のドリンクホルダーがあります。広い荷室は上下に仕切ってスペースを有効に活用可能。上段はワイドなスペースで多くの荷物を載せることができます。さらにボードを取り外せば高さのある荷物も載せられます。2列目シートをアレンジすることにより、さらに広い荷室スペースを作ることが可能。乗員人数や荷物の量に応じて多彩なシートアレンジが可能です。ラゲッジルームの両サイドにもドリンクホルダーと小物を入れられるスペースがあります。左側にはアクセサリーソケットも装備されています。ラゲッジルームの下部の右側に応急パンク修理キットと工具が格納されています。反対側にはジャッキが格納されています。ラゲッジルームにもランプを設置、またラゲッジの扉の裏側にもランプがあるので、夜や暗い場所でも安心して荷物の出し入れができます。豊富な収納スペースに多彩なシートアレンジで大きな荷物やたくさんの荷物も積載可能。海やキャンプなどへのお出かけが楽しくなれる一台です。以上、ホンダフリードプラスのご紹介でした。